小学校4年生の子から陸上チームに所属し長距離走をやっています。大会ではもう2位や3位で一度も優勝したことがありません、うん、優勝するために勝つためには何か秘訣がありますかっていうことなんですけど。なるほど、はい、勝ちたいんだね。勝ちたいみたいです、うん、いろいろ方法あると思うんですよ。僕あんまり小学校の時にやらせるの嫌なんですけど、まあ一つ目はめちゃくちゃ練習するってことですよね頑張ってね。で、はい、もう一つはうちの息子のように、はい、あの時を待つってことですよ。あ、なるほどですね、はい、はい、自分の成長とか伸びる時が必ず子供の時って来るんで、はい、その時までなんか無理をせずに楽しんで続けておくっていうチャンスは必ず来ると思うんですよ、はい、小学校だったら中学校ぐらいまでは来ると思うんですよ。そこから先はさらに、まあ、いろんな要素が加わってきて難しくなってくると思うんですけど、まあ、練習を見直すってことですね、はい、これまでやってきたことが本当にいいのかどうか、ただ単に走ってるだけでは伸びなかったんだったらやっぱ違うことしないといけないと思うし、あとはなんかモチベーションですよね。モチベーションが続かないとダメだと思うので、なんか自分が飽きないように工夫をするっていうの難しいですけど、別に走るタイムだけじゃなくて、ここはこんな強くなってるとか、ここは変わったっていうのをこう自分の成長を感じるっていうのはすごくモチベーションにつながるんですよね。それを感じるような工夫をするべきだと思います。